こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はシスターシェリルのパターンなんですが、これポインシアナ先週やったと思うんですけど、こうやってね、ニュアンスは似てるんですけど、レガート使ってて、拍がなんか倍のフィールな感じのイメージなんですけど、これがシスターシェリルのパターンです。パターン自体はそんな難しくないですけど、練習していただければと思います。で、この引き出しを持っておくとね、ポインシアナの感じなんだけどちょっと広がった感じみたいな感じの時に、まあ言われると、あ、こういう感じですかねっていうので、引き出しとしてね持っておくといいとは思います。で、トニーはね、やっぱりこう、僕も何回かテイク取ったんですけど、ついつい僕ジャズなんで、こうダブルを音が細く聞こえちゃうんですよね。トニーは僕やっぱりすごい好きでいっぱい聴いてるんで、そうするとやっぱりこうイメージ的にはやっぱシングルですね。とか、こういうフィルインにしないと、あとまあ、やっぱり低音がすごい効いてないと、やっぱりこう、なんか手の上でシャシャシャってやったら、なんかトニーの雄大さってやっぱ出ないですよね。でも本当にあえて言うまでもないですが、つくづく、自分って小物だなって感じがしましたね。やっぱり何回も撮って、やっとちょっとそれなりの雰囲気が出たけど、まあ本当にトニーの半分も出せないんじゃないかなって思います。で、 A メロのとこは6小節やったら、6って7小節目にそのコードがステイするんで、その4小節間を切り分けてるんですね。で、僕今の模範ではやってないんですね。なんでかっていうと、4小節間持たせる自信がなかったから。なので、ドドンとタタトンに行ってるんですよ。こんな要線はみたいな。要は低音バスドラですごいドシッとここをなんか持ち上げてるんですよね。ここがこう非常に難しいとこっていうか、もう音楽的って感じですよね。なんかこうこの4小節間でなんか世界ができるみたいな。ここでソロやったりもしてますね。B のとこは、せーの。こういうここを32で埋めるところが普通は全打音だからでいいんだけど、ここを
これをダブルでいっちゃうと弱いんですよ。トニーな感じじゃないんですよね。なのでここ32をシングルでいくというところですね。最後のキメもここですね。やっぱりタカチャンチャンチャン、思いっきり叩いてる感じが、でもバシャンって叩いて破裂音になると逆にとちっちゃくなっちゃうんで響かせる感じですね。でしっかり叩く感じで、ジャジャー、ここの戻りはジャジャータタンのところからで戻ればいいんじゃないかなっていうふうに思います。そんな感じで構成は A、A2 が10小節ずつで B が16小節なんです。最後エンディングのところは繰り返しになってるんですが、今回はいきなり、コーダに飛んで終わりましたが、こういう形の構成でやっています。イントロはめっちゃかっこいいんですけど、もうトニーはとにかく雄大なんですよ。全然出せてないですけど、このフレーズがこうもうとにかくユニゾン、ユニゾンなんだけど、ボースって言ったらタイミング同時なんですよ。なんだけどちょっとフラム入れるんです。ちょっとフラム入れると音が分厚くなるんですけど、これもコントロールしてるんですね。すっごい、あえてもう大ヒーローですけど、トニー・ウィリアムス素晴らしいですね。ハイハットとかシュワシュワシュワっていうのかっこいいですね。これがまたね、力也さんがかっこよくやるんです。めちゃくちゃうまいんですよね。東原力也さんって大阪の本当に素晴らしいドラマですけど、本当に皆さん素晴らしいと思います。本当にまだまだ修行が足りないなと思いました。というわけで本日は以上になります。シスターシェリルでございました。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。